国道499号は、長崎県長崎市から、鹿児島県阿久根市に至る、一般国道である。長崎市中心部から、長崎半島を縦断して野毛崎まで続き、天草灘の海上区間を経て、阿久根市の国道3号に至る延長 111.2km の一般国道の路線である。野毛崎阿久根間の海上区間は 82km あり、 陸上区間でもある実延長は 29.2km である。陸上区間のほとんどは長崎県内にあり、鹿児島県阿久根市内の延長はわずか 62m である。国道499号の海上区間に就航するフェリー路線はなく、長崎市と阿久根市とは国道251号と国道389号の口の津鬼に池航路及び 牛深大蔵の元航路を経由することで行き来が可能である。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲運転及び経過値は次の通り。1993年の一般国道の追加路線指定で地方自治体の請願をもとに審査を経て決定された。国道昇格の対象となった長崎市外、野茂崎間の県道長崎野崎線が 国道に昇格できた詳細な経緯は分かっていないが一説には道路法上の国道指定に必要な奇襲点の要件で幹線国道に接続する地点人口10万人以上の都市国際観光上重要な場所のいずれの基準も満たさない野毛崎に変えて野毛崎に近い脇岬港から海をフェリー航路で鹿児島県阿久根漁港まで結んで アクネ駅前の国道3号までつなげて1本の交通系統機能を保持する計画が行われたことで、法的に国道昇格できる要件を満たしたことになり、国道499号が一般国道に指定することが実現できたと見られている。ただし、このフェリー航路は臨時便の運航のみで国道指定から7年後の2000年には廃止されている。 アクネ駅前交差点から望む鹿児島県区間の前景。延長は62メートルで、突き当たりはアクネ漁港。国道499号は、長崎市の中心街を立って、長崎半島を縦観し、途端の野崎付近に達するが、直線距離で70キロメートル以上離れた、鹿児島県のアクネ漁港で再び現れて、 アクネ駅前の国道3号交点まで続いている。鹿児島県アクネ市内の陸上区間は、わずか62メートルしかなく、大抵の地図にも、国道表記は載っていない。国道499号は、最も大きな路線番号をつける、海上国道でもある。長崎県長崎市の野毛崎に位置する、脇岬港から、鹿児島県アクネ市のアクネ駅前に位置する、アクネ漁港までが、 海上区間になり、路線総延長の7割強を占める。かつて、脇岬港アクネ港とを結ぶ国道フェリーが運行されていたが、2000年にフェリーが廃止されてしまい、両県ともいわゆる盲聴線となっている。2016年現在、海上区間を連絡する交通手段が存在しないため、この道路だけで、長崎市とアクネ市を行き来することはできない。 橋梁トンネル起点から、ありがとうございます。